こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1984年に発売されたエプソンの RC20、今日ね、色違いのこの黒いの持ってきてますけれども、腕時計型のデバイス、これを今日作ります。腕時計というのは飛行機が誕生した頃にルイ・カルティエが友人のパイロットのためにデザインしたという伝説がありますよね。仕事をしながらでもさっと時間を確認できる腕時計は普段から身につけて持ち歩きたいデザインされたアイテムになりました。そんな腕時計の延長線上でヒーローたちやSF やスパイたちが使うような世界で描かれて今のスマートウォッチの世界につながってくるんだと思います。今から40年近くも前に登場してコンピューターを身につけて使うという世界を作り出してワクワクさせてくれた製品が今回作るエプソン RC20 です。ウェアブルとかスマートウォッチと呼ばれるものの元祖の一つと言ってよいと思います。 RC20 は当時の8ビットパソコンでよく使われていた Z80、Z8互換の CPU、 ROM は 8KB、RAM は 2KB を搭載。かなりプリミティブな作りですが、決してそれっぽく見せただけの商品ではなく紛れもないコンピューターでした。腕時計としての基本機能はアラーム付きのウォッチ、世界時計、スケジューラー、メモ、電卓、これにパソコンからプログラムを転送することでこの腕時計自体を生まれ変わらせるようにプログラムを実行できた。液晶画面は 42×32 ドット、7文字 ×4 行の画面ですが、その表面をタッチすることで操作するようになっていた、かなりの先進性を感じさせるリストコンピューターといえるものでした。その後も腕時計型のデバイスはセイコーやエプソンという同社のブランドだけではなくたくさんのメーカーから市場に登場しますが、ようやく製品として定着したのはペブルやアップルウォッチなどが登場してからではないでしょうか。一言で言うとスマートフォンと連携することで初めて市民権を得たと言えます。モバイルヘルスケアやワークアウトの分野、モバイル決済などで重宝されてもいますよね。ということでできました、腕時計が登場するまでは懐中時計というものが使われていた。懐中時計がポケットから取り出すという点でスマホに当たるとすると、腕につけるスマートウォッチはこれからどう進化するのか、そのあたりも楽しみですよね。腕時計型のデバイスって私の世代だとウルトラセブンのビデオシーバーだったりするんですけれども、RC20 ってそんな人たちをワクワクさせてくれた歴史に刻まれる製品だと思います。来週もやります。見てください。